国際政治学者の藤井元気先生からご挨拶をいただきまわれわれがこれから日本人としてどうすべきかということの自覚をここで促したいと思います。でいくつかのポイントがあると思いますが一つは今のいわゆる中国共産党の統治体制 えー、シナのお共産党、これ,、えー、これは、まあ、地球上最悪の政権であるということですね、えー、人権の問題、それからあ核,核兵器の先ほどの実験の問題、から環境の問題等で、えー、世界のおいろんな政府があると思いますが、その中で最悪の政府であると言っていいと思います。 えー、それに対してです、ね、でわれわれは傍観者ではなくして、えー、あそこの右側に、今、パネリストの方の後ろに、えー、非常に象徴的なポスターがあると思いますが、えー、東京オリンピックの時に、シ、え、ナ、ー、は初めて核実験をやったわけでありますが、田中閣営の日中国交回復以来、えー、膨大なあ経済援助というものを突き込んできたと。 えー、約3兆円、民間が3兆5000億ぐらい、合わせて6兆数千億のお金が、えー、市内に流れ込んでおると、これがあウイグルで先ほど起きたような、えー、いえいえ大変悲惨な事件、えー、チベットで起きているような事件を支えている、それをお経済の方で支えているゲンといいますか、原資をです、ね、日本人が提供しているということですね。今直接の経済援助は えなくすすると言っておりますが、あそこに ADB と書いてあります Asian Bank。アジア開発銀行というところを経由してチャイナに行ってるんでありますから全く実態は同じであります世界最悪の人権環境の破壊国家を経済的にいまだに援助し続けているのが我々の政府であるとこれをこれは日本人の力で解説しなければならないと、えー、思いますそれから2番目のポイントでありますが 日本の反核平和運動というのはいかに認識であるか、本当の核兵器に反対し、えー、核兵器の廃絶を求める、平和を求める運動ではなくて、こういうシナ共産党のやってる最も現在進行形の残酷なことには目をつぶって、アメリカのおお核兵器をなくせとかですね、えー、フランスが実験すると反対してみたりということで。 実は日本にとっても、最もわれわれ自身にも脅威であるとこのシナの核兵器、で現実に進行している、これらの人道上の大問題に全く目をつぶっているのが、日本の反核平和運動であるということであると思います。ぜひそういう運動の中でも、もし目覚めた方がいるならば、高田先生など手を取って、ですね一緒にやっていただきたいというふうに思います。 でそこでこの反核平和運動と同じようなことが、まあ、日本のマスコミ一般にもかなり言える、えー、日本のいわゆるマスコミ一般で、えー、こういったあ例えばウイグルでどんな悲惨なことが起きてきたかチベットでどんな悲惨なことが起きてきたかということを皆さんはご存知だったでしょうかでほとんど日本ではそういうことは報道いたしません、えー、日本のあマスメディアも極めて、えー、シナの影響力の強いそれによって えー、半ばコントロールされているメディアであるということ、えー、このことをわれわれはしっかり自覚しなければいかんというふうに、えー、思います、核実験ができるというのは、ですねこれは自国では核実験は、人が住んでるところでやらんでしょう、ウイグル人の上で頭の上に核爆発を起こさせるということは、これがウイグルっていうのが外国だからできることですよねで、これはまさしく植民地支配そのものです。 現在進行形の植民地支配が行われているでそこには例えばウイグルというのはそこから出るエネルギー資源が今のチャイナの国内の消費の35%がウイグル地区から来ていると言われておりますから非常にそういった意味で豊かなところですそういったところで経済権益からもどうしても手放したくないそしてウイグル民族を絶滅してしまう 方向に、えー、持っていってる、えー。ウイグル人の若い女性をですね、えー、出稼ぎに連れていっちゃう。ウイグル人同士で結婚させない。えー、そして、えー、どん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 そこにいわゆる肝心を入れてくる。普通のチャイニーズを入れてきて、その地域を乗っ取ってしまう。まあ、チベットに対してやっていること、ウイグルに対してやっていること、えー、全く同じであります。我々はまさか日本という国が今日の中共の植民地化されるとは、 皆さんも思ってないなでしょうしかし、考えてみてください。日本のマスコミはどうなってるんですか。我々の目や耳を覆っている、そこに情報が、本当に必要な情報が来ないようになってる。すでに北京の政府の、シナ共産党のお望むような情報しか我々の目や耳には到達しないということは、極めて危険な状況ですね。えー、日本が 形式的には独立していても半ばですね北京によってコントロールされている人たちが多くが政権の中枢にいるということであれば半ば植民地であると言っても同じようなことである日本自身がまず独立するにはこの今日のシナの、えー、大変な帝国主義傍聴主義と戦うということが最も大事なことになりますそうすると日本の国益になるということと 正しいことというのが一致するわけですね。人道上、皆さんも今の話を聞いてひどいことだ。これに対して日本が戦わなければいけない。正しいことをしなきゃいけないと思うでしょう。ところが、時に正しいことっていうのは必ずしも国益を増進するとは限ない場合があります。これは個人的にもそうですね。しかし日本の場合やることはですね、この世界最悪の傍聴主義、帝国主義の政権、今日の中京と戦うということ、これが世界最悪の政権です。 でそれがイコール日本の国益でもあるわけですね、だから最後に言えば、えー、このいわゆる肝心、普通のチャイニーズ、漢民族自身がですね、今の政権の下では、やはり、えー、同様に人権無視の状況にあるということでありますから、今の、えー、中共体制というのは、まあ、地上に存在する、まあ、最悪の政治体制であると、まあ、ソ連邦が滅んだ後ですね、今の体制が一番悪い体制なんだということ。 まあこういうところとつるんでお金儲けするなんていうことは、ですねこれは非常に恥ずかしいことであるということが、日本人の自覚にならなければいかんと思います。